菜の葉さんのことが気になってました。桂川なんかに捕まってかわいそうだなって。俺でよければいつか救ってあげたい、守ってあげたいと思っていたんです。だから今日、俺は桂川を裏切りました。菜の葉さんを守るなら今日しかないと思って。さっちゃん、山下君がこう言ってるけどどう思うよ。ねえ山下君。はい。例えばレストランとかコンビニであなたは店員さんに偉そうにする人？ええ、肩着の人と話すときは敬語ですかね。やからっぽいのには舐められるわけにいかんのですが。そっか、まだったらとりあえずは合格かな。なんか妹の彼氏になるハードル低すぎねえか。だからとりあえずって言ったでしょ。ん？大丈夫、菜の葉のことはこれからもずっと陰で見守るつもりだから。もし山下君があの子を泣かせるような男なら絶対にもう見過ごしたりしない。私はあの子の幸せのためなら手段を選ばないわ。なるほど、わかりましたよお姉さん。俺も望むところです。まったく頼もしい姉貴だな、さっちゃんはよ。いつか菜の葉もそのことに気がつくと思うぜ。それもそう遠くないいつかだ。今回は本当にありがとうね。あなたのおかげでまた妹が助かった。本当に感謝してるよ一番。これからもよろしくね。いらっしゃいませ。いただき。なあ、春日。ん？おめえ好きでもない女に付き合ってく。なんだよ、き。いや、焼き鳥と冷やしトマト、最初はいまいちでもだんだんお互いを知っていく。お、いいからどうすんだよ。勢いで付き合ってる。この鳥とトマトのようにか。それもういいわ。まあでも実際そんな機会のが喧嘩売ってんのか。そういう足立さんはどうなんだ。当たり前だろう、何事も経験よ。定年間際のおっさんでもまだ。まあな。お、そうかよ。そんじゃ食われてゲームオーバーになんじゃねえぞ。まあ場合によっては撤退もあるかもな。ごちそうさま。ありがとうございました。しゃ。お。Yeah.
邪魔だって。なんだよ、後で文句言うんじゃない。おら、上がってこいよ。私の番です。来い。ほら来いよ。すまん。退屈な野郎だ。どうするかね。してみろ、仕留める。よし、荷物が来たらコンテナから下ろして発送地域ごとに置く。仕事はそんだけだ。もたもたしたりサボったりしてたら容赦なくこいつでぶん殴るからな。おい女。は、はい。読み書きはできるか。はい。足し算と引き算はできます。よし、お前は事務係をやれ。わかりました。おら、アダキさん、こんなもんへでもねえ。だけどあんま無理するとスタミナ切れちまうぞ、あいつみてえにな。情けねえな。ちくしゃ、なんで最後だけジムなんだよ。俺だって足し算くらいできるっつうの。おい、箱の中身を見てみようぜ。なんだこれ。こいつはフカヒレだな。一級品か、それとも三級品か。
俺が分かるわけねえだろ。こっちは干しアワビだな。食ったことねえが高級食材だぜ。なんだこれ、ただの紙じゃねえか。中華料理に紙なんて使うのか。知らねえよ。日本料理じゃ食材を蒸したりするときに和紙を使ったりするけどな。おいそこ、何してる。すいません、今すぐ仕事に戻ります。いいか、荷下ろしが終わったらタンカーから営業担当が伝票を持ってここに来る。営業担当の人？俺たちに商品を売った人間だ。営業担当が持ってくる伝票に書かれた金額を払うのがお前の仕事だ。很高兴这次的合作十分顺利。こいつが伝票だ。ちょっと、私中国語なんてわからないんだけど。構わん、見るのはここ金額の欄だけだ。そしたらこの金庫から金を出して渡す。谢谢。我下星期也会再带好东西过来的。今のって日本円でいくらなんですか？800万円ってとこだ。800万を現金払い？中国人民元での現金一括払い、それがうちの売りだ。売り主からしたら面倒くさい手間が省けてすぐに金を手にできる。多少買い叩いても本土の連中がうちに品物を下ろしたがるのはそういう理由だ。なるほど。分かってると思うが、金をくすねようったって無理だぞ。倉庫の中のものは全て管理されているからな。もしも妙なことをしたらただじゃすまんと思え。まさかくすねたりしませんよ。おう。マジか。おう。やってやる。
当てると思ってんのか。よし、ほら来いよ。やってやるぞ。うわっ、待ってください。どうしてやるぞ。のメガネってどう入ってるの？それはまあな、作ったのは随分昔だが。私視力いいからメガネってかけたことないのよね。ちょっと羨ましいかも。俺は視力いい方が羨ましいがな。まあ贅沢な悩みってやつか。伊達メガネでも作ったらどうだい？さっちゃんなら似合いそうだ。俺のお風呂でよけりゃやるぜ。同じデザインだけどな。いや、もっと可愛いのがいい。アンダーリムのやつとか。あーでもウェリントンタイプもいいな。うーん、贅沢な悩みだ。